こんにちは、ポピュラチャンネルのポピュラです。今回こちら楽天証券で私純金を50万円分買いました。なんで50万円分も買ったかと言われれば、やっぱり世界情勢が不安定の中、安定している資産といえば純金なんですけれども、ネット上では実際に純金を買っている人たちはほとんどの方が積み立てで購入しています。積み立てというのは毎月3000円や1万円をかけていってどんどん利益をプラスにしていくという方法ですが、一方でスポット購入という1回で数十万円分、数百万円分買うというやり方も世の中にはあります。ほとんどの方が積み立てのやり方でスポット購入で買って、そこから資産を上げるという方はあまり見かけないんですよね。なので今回私はスポット購入で50万円分購入いたしました。買ったのは楽天証券さんです。楽天証券で、口座を開設しまして、早速買ってみました。確認できる場所がホーム画面の隣にある口座管理というところです。ここの保有商品一覧ってボタンを押していただくと、このページに移動します。金プラチナを選びます。プラチナも買えますが、プラチナはねすごい上げ下げが激しいんですよね。そして現在評価額はこちら486,256円です。50万円下回ってますが、これは手数料の関係があります。手数料がどうしてもかなりかかってしまいますので、当然最初は絶対にマイナスになります。手数料でプラスになるってことは絶対にないです。プラチナとかもあるんですけども、ここの注文ボタンの運用を選択するとプラスになっているかマイナスになっているかを調べることができます。見れば分かる通りマイナスにはなってますが、現在は 13,744円がマイナスになってます。このマイナスの中に手数料が含んでおります。この評価額がプラスになれば初めて手数料を超えての利益となります。現在私は 88g も持ってるみたいですね。 80g を超えたとこんな感じみたいです。すごいですね、 80g これなんだって。プラチナや金ももちろん買えますよ。現在の状況を見てみましょうか。最近他の商品の金プラチナを選びます。ここでチャートっていうのがあるんですよね。これを見ると最近の売り上げの方、価格の方を見ることができて、今値上がりしてますね。こちら少しだけ値上がりしてるようです。最近は横ばいが続いてるんですよね。12月ぐらいに買ってたら一気にグワーンと上がってるみたいなんですけども、1年単位で見てみるとやっぱり上がりがすごいよね。ここ何があったって感じだよね。ということでこちら、私50万円分買ったんですけれども、こちら半年ごとに結果を発表していきたいと思ってます。半年なので今からだと8月か、8月でどれだけプラスになったか、またマイナスになったかを発表いたします。でさらにその半年後に1年経過でどれだけプラスになったかマイナスになったかを調べたいと思います。実際私軽くまだ数日しかやってませんが、数千円毎日変わっていますね。やっぱりかけてる金額が50万円なので、少し値上がりとか値下がりするだけでだいぶ変わってくるんですね。なのでこれから先安定情勢が続いて価格が下がると大損する可能性もありますし、または何か問題があって一気に急騰すればもう一気に1日で数万円稼ぐってこともできます。さあ半年でどうなるのか楽しみですね。ちなみにですが税金がかかります。こちら50万円分なんですけども、もし100万円分売れたとしたら税金がかかってしまいます。50万円以上利益が上がると、そうかかってしまうんです。ただし5年以上保有している場合は、税金が半額になります。なので最低でも半額はなるための5年ぐらいは続けないといけないのかなって思っています。ちょっと長期に なりそうですが、どうなるか楽しみですね。プラチナ銀もついで見てみましょう。景気の変動が激しいですね。こちらは買うのはリスキーだと思います。最近ちょっと下がってるみたいですが、リスクが高いです。銀も投げちょっと上げ下げ激しいですが、もともと価格がねここ低いんで、全体的に見ると上下はあんまりないんですよね。ということで今回は楽天証券で金を50万円分買ってみたという動画でした。次の動画の報告では8月にどれだけプラスになったか、またはマイナスになったかを発表いたします。再生リストはどうしよう、宝くじと一緒にしようかな。そうですね、宝くじと一緒にしますので、半年ぐらい経ったら宝くじとこの純金の再生リストから覗きに見てきてください。半年後どうなってるか楽しみですね。何よりは
やっぱり世界平和が大事なんですけどね、平和すぎちゃうと価格が下がっちゃうんで、どっこいどっこいですが、言いたいことがあるんだよ。やっぱり豆柴かわいいよ。好き好き大好きやっぱ好き。やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由。